はい、皆さんこんにちは、パーティーゲームです。さてさて、ラジオ10周年記念10週連続対談ラジオでございます。はい、今回が多分3回目ですが、まあ、違ったらカットします。はい、毎回ね、違うゲストの様をお呼びして、ちょっとね、対談ラジオをお送りしていくということで、私も昔を思い出しながらですね、いろんな人といると楽しくお話をしていきたいと思っております。はい、本日のゲストはイキさん、でございます。よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、多分前回がね、ソヤさんなので、まあゲーブラの方から続けての参戦、そうですね、参加ということになりますので、はい、はい、最近は何かとお世話になってます。ああ、いや、こちらこそ本当にありがとうございます。アモンゴアスでしたり、ね、何は、まあ、ちょっと公開してないタイトルも実はあったりしますし、はい、そこはもう本当にね、皆さんお楽しみにしていただければと思うんですけども、まあ、イキさんとはね、もちろん最近もそうなんですけども、ラジオの方も本当に何回も参加していただきまして、いろいろと本当にお話、伺ってきました。昔はね、結構数ヶ月に1回みたいなペースでお声をかけてたりもしましたけども、本当に、一人での生ラジオがメインになってしまったので、ちょっと本当に対談ラジオはたまの、なんか貴重な、お時間ということになってしまいましたけども、はい、今日はそんな貴重な時間で、またいろいろお話ししたいなと思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さて、ということで、そうですね、何を話そうかな。前回とか前々回は入りはどんな感じだった？まあ基本、最近何遊んでますかから始まりましたね。ああ。イキさんはどうです？じゃあ、そっから行きましょうか、やっぱり。本当に全然被っても構いませんのでね。イキさんは当然他の方のラジオ知らないわけですから。全然。最近はちょっと古いタイトルなんですけど、はい、スイッチの、シャープ FE アンコール。あ、はい、はい。を遊んでました。そうなんですね。なんかちょうど、あれですか、割引セールがあったから買ってみたとか、そんな感じだったんですかね。いや、発売日には買ってたんですけど、すでに Wii U 版遊んでたので、あんまり、ちょっと、乗り気じゃなかったって言ったらあれですけど。乗り気じゃなかったけど。どっちかっていうと、新作の方に触手が伸びる感じでした。ああ、そうなんですね。発売からだって1年半ぐらい経つのかな、うん、そうですね、1年ちょっと経ってます。うん、はい。まあでも、まあね、改めて、現役分録、シャープ F ですね。Wii U で発売されて、スイッチでリメイクかな、されましたけども。女神転生とファイアーエンブレムでしたっけ？まあ、そうですね、はい、ね、当時はどうなることかと。何、うん、まあ、だいぶ落とさなかったですかね、当時の情報公開は。何をどう合体させるんだみたいな感じの話があって、うん。で、実際公開された時もね、まあ、なんだろう。どちらかというと、女神転生要素が強いというか、まあ、ペルソナ要素がちょっと強いというか、なんかそんな印象を、まあ、最初は与えたところがあって。で、まあ、ファイアーエンブレムのキャラクターって、なんて言うんですっけ。いわゆる、こう、ね、ペルソナ的な感じの立ち位置で、早い話が。ああ、なるほど、はい、そうです。みたいな感じで出てきた。完全に、まあ、そういう話だったじゃないですか。それで、はい、どうなのって言って言われてたら、まあね、発売後、まあ、思いもよらぬぐらいにね、大絶賛されてて、だから、ちょっとびっくりしてますね。いろいろと、そうですね。結構高評価で、理由のユーザーの中でも、評価高かった記憶があります、はい。私自身が、だからその、ファイアーエンブレムシリーズちょっとね、遊んではこれてないので、その遊んできた人たちだからこそわかる、このシャープ FE の魅力っていうのが多分あると思うんですけども、やっぱそこはやっぱりファイアーエンブレム遊んでるからわかる、いろんなものがあるっていうことなんでしょうかね、やっぱり。まあ、遊んでればわかるようなものは結構ありますね。その武器の名前とかも FE から引っ張ってきてたり、はい、まあ、それこそさっき言ったペルソナの立ち位置にいるのが FE のキャラクターだったりするので、まあ、分かれば確かに楽しいってのもありますけど、まあ、どっちかっていうとペルソナなので、どっちかっていうとそのペルソナユーザーの方が、なんていうんですか、楽しめるんじゃないかなと思います。まあね、逆にそれでペルソナってどんなゲームなんだろうってね、思って
遊びたいっていう人も、まあ、ね、したかもしれません。技名とかも、あの、ペルソナで使ってるような、テトラカーンとかマカラカーンとか出てきたりするので。ああ、はいはいはい。まあ、本当に合体させたようなゲームです。だからそういう意味で言いますと、ぶっちゃけスイッチでペルソナ出てないじゃないですか。無双ゲームは出ましたけど。そうですね、本編は出てないですね。そうそうそう。それこそスマブラでもあのペルソナ5のジョーカー参戦して、で、あれをきっかけに知った人も多分多いと思うんですね。うん、で、うん、なんなら私のめっ子も、それきっかけでペルソナのキャラクターにハマったらしくて、すげえ興味があるらしいと。だけど、スイッチしかないので、そう、ペルソナ5が遊べないと。なんで出さないんだと。このタイミングでっていうのは。結構、その、消費者っていうか、その、売り上げの大部分逃してる気がしますよ、ね。そうそうそう。だから、ちょっとなんか、なんかあるんかなと思ってしまって、それこそ、あの、ペルソナ5っていう、パープ1で、ペルソナ5ロイヤルでしたっけ、ああいうのも出したりもしましたので、タイミングはあったと思うんですけどね。でそんな、じゃあスイッチのね、性能じゃこんなん作れないよみたいなものでもないじゃないですか。変な言い方ですけど。そうですね。別に画質に寄せたようなゲームじゃないですか。だから未だにね、ちょっとこう、なんか、ちょっともったいない感じがしちゃうなっていうのはすごいつくづく思うんです。今からでも遅くないから、なんか発表してほしい気持ちがありますね、なんか。そうですね。あとは、ま、その、まあ、ね、ファイアーエンブレムとの、ま、コラボで生まれたという作品だったわけですけども、イクさんは結構ファイアーエンブレムシリーズ自体は本当に結構昔から遊ばれてる感じですかね、じゃあ。まあ、前作とまでは言わなくても、少し、まあ、多数遊んでます。多数遊んでる。いや、結構ね、そのファイアーエンブレムシリーズも結構波のある、こう、なんでしょう。時代を送ってきたと言いますか。そうですね。覚醒の頃とかはそうでした。結構ね、はい、なんだろう。いろいろね、まあ、シリーズ作品自体は本当に継続的に展開してきて、でもなかなかこう、ね、評判とか成果、なかなかうまく繋がらなくて、こう、ちょっとね、落ち着き気味になってきたところを、ね、ファイアエンブレム覚醒でドーンってきて、で、最近もそれこそね、ファイアブレイク風化雪月最新作が発売されて、あれも結構ね、高い評価を得たことで、もう完全に軌道に乗ったのかなっていう感じはしてて、こう、ファイアブレイクの作品が、ね。看板タイトルにはなりましたよね。そうですね。まあ、元々看板タイトルだったと思うんですけどね。こう、なかなかシミュレーション RPG であそこまで続いてるシリーズってないですからね。改めて考えてみますと。他はサモンナイトぐらい、まあ、サモンナイトもでももうね、新作めっきりじゃなくなりましたし。ファイア、ファンタジーものでって言ったら意外、ああ、デスガイアぐらいかと。パッと出てくるのは。だから意外と少ないなと思ってて。そういう意味では本当に貴重な作品。かつね、高品質なっていう意味ではね、本当にこれからも続いてほしいと思いますし、なんなら、そろそろ新作また話があってもいいんじゃないかっていうね。そうですね。ところもありますよね。はい。はい。まあ、なので、まあ、イキさんとしてはね、ぜひ次も、まあ、ね、本編か、発声作品かわかんないですけど、まあ、またまたリメイクっていう可能性もあるのか。そうですね。ありますね。今は、聖戦の系譜が熱いらしいので。なんかそんな話、そうやさとしたな。聖戦の系譜が、任天堂スイッチオンラインで、ね、無料提供の中の一つで配信開始されたじゃないですか、確か5月に。そうですね。だから、もしかしてっていうのをなんか話してはいたんですけども、なんか個人的には、聖戦の系譜のリメイク出すのに、そんな事前に聖戦の系譜をタダで遊べる環境を持ってくるかねえと思ったりもちょっとしてて、と思って。まあ、原作を遊べるっていう意味では大きいのかなと思いますけど、ね、まあまあ、そうですね。なんていうのかな。まあ、例えばその、まあ、聖戦の系譜のリメイクが本当に出るとして、原作を遊んだ人は、まあ、なんかこう、もう一回こうね、こう、復讐じゃないですけども、ね、復讐のためにね、もう一回やってみるみたいな感じで、原作を遊べる価値はあると思うんですけども、
全く知らない人がいきなりそのやっぱ原作の方から遊んで、その後リメイクを遊ぶのがいいのか、それとも もういっそリメイクから手を出してほしいっていう風になるのか、なんかそこがなんか曖昧な気がしてて、なるほど。なんていうのかな、リメイク出すんならやっぱりリメイクで全ての魅力を楽しみたいって思うはずなんですよね。なんか原作でとりあえずストーリーとかは分かっちゃうわけじゃないですか、とりあえずは。はい。でリメイクでより魅力的な、まあね、あのシステムとか戦略性がね、追加されましたとか、グラフィックも綺麗になりましたとか出るんですけども、でも物語のお筋が分かっちゃってると、ちょっともったいない気がしちゃうんですよね、逆に。ある程度知ってる部分があるっていうのがもったいないというか。だったら、ね、ね、最高の環境で作り直したリメイクを 100% 魅力を味わうんだったら、まずリメイクからドーンって遊んでほしいっていう気がするんですよね。まあ気がするだけ。そうですね。これから遊ぶ人にはそうってことですよね。だからなかなかね、今回その生成の系譜をポンと出したのは、そのおっしゃってたように次のね、注目されてるね、リメイク期待の作品みたいな感じでね、まあその辺の話もあって、もしかしたら取り上げられた部分は確かにあったかもしれませんけども、その一方でそういうリボンもちょっと感じたりして、実際どうなんだろうな、発表されるのかな、どうなのかなっていうのは、ちょっと自分の中では、いろいろと思うところがありましたね。まあ、今年、聖戦の系譜が25周年だっていうのも多分あるのかもしれないです。はい。まあ、それを記念しての配信ということだったのかもしれませんし。まあね、ファイアンベレム、知らない人間がとやかく言うのもなんですけども。はい、いやいや、全然まとめてると思う。そうなのかなっていう感じはしちゃいましたね。はい。まあ、いずれにしましてもね、本当に長い歴史、を持つファイナルエンブレムシリーズね、本当に何でしょう、この数年でぐっとさらにね、成長してきて、まあなんかよく言われるのが、成長してきたからこそお金もかけれるようになって、よりね、品質に磨きをかけれるようになってきたのかなみたいな感じの話もあったりしてね、まあでもそれはとても良い傾向だと思いますので、ぜひとも続いていってほしいなという気持ちはありますね。はい。さて、そうだな、他に。あ、しましょうか。イキさんともうね、一緒にやったアモンガスの話をちょっとします。はい。そうですね。そうだなぁ。あれ、だからスイッチで配信開始して、まだ数でも4ヶ月、5ヶ月程度ですもんね。まだ半年も、経ってないかなという記憶。そんなことないか。いつ配信開始でしたっけあれ。覚えてない。12月ですね、今日。12月か。あ、じゃあ半年くらい経ってるんですね。まあそうですね、ちょうど半年って言っていいと思います。まあね、もともとパソコン、もしくはスマートデバイス向けに提供されて、まあその時点でね、結構話題沸騰だった作品でございますけども、いわゆるね、宇宙船の中での人狼ということで。まあ私も本当にゲーバーの皆さんきっかけで作ってくださって、本当に一緒に楽しんで、まあ3、4回ぐらいかな、結局今のところ。遊ぶ機会がありまして、やっぱりこう、いいですね、この緊張感があってドキドキして。で、自分の中で、なんとなくこう、プレイするたびにスキルは上がってきてる気がするんです。マップの把握をしたりとか、周りを監視する注意力とか、あと慌てないとか。はい、そうですね。多少はっていうのでね、進歩はしてるかなっていう。ゲーブラの皆さんとやらせてもらった時も、最後はちょっと活躍もした気もするし。まあ、やっぱりそうですね。回数重ねないと、身につかないところもあるので。そう、だから、ああいうのは本当にプレイを重ねてね、身につけていかなきゃいけないっていうところがあると思うので、しかも、ゲーム的な経験値というよりは、自分自身、プレイヤー自身の経験値ですよね。を、高めていかなきゃいけないところだと思うので、まあ、本当にまたプレイする機会をね、作っていただけたら嬉しいなーって感じ。あ、もちろん全然、はい、人が多いにも越したことないと思う。すいません、ね、完全に他力本願の話ですけども。いやいやいや。まあでも本当にアップデートが続いてますからね。そうですね。そうそう、ちょくちょく話が出てて、そのうちね、やっぱり15人対戦がそろそろまたね、来てくれたら嬉しいなっていうのがありますけども。15人って結構。
つもりです。大変ですね。うん。ゾロ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 、バチューみたいな。あれ、あれは、あの、ね、何回も言ってたらごめんなさいけど、多すぎても危ないですよね。そうですね。どさくさに紛れて切るっていうのもあるので。どさくさ切るっていうのがあって。そうそう。まだ、あの、本当にアモンゴスに限らず、その、いわゆる人狼系ゲームと呼ばれるものが本当にあのなんか注目されるようになってきたなっていうのはすごく感じてて、まああのグノーシアとかもそうですけども、でなんかテレビつけてみたらテレビ番組でもなんかね人狼っぽくこう騙し合い的な企画をやることもなんか増えてる気がするんですよね、なんとなく。バラエティ番組とかでですよね。こう人狼ブームじゃないですけども、なんかそういうところがちょっとあるのかなと思ったりして、私自身はねその騙し合いが得意じゃないので基本的に人狼自体もあの一応あのゲームクリエイターだった時代に経験があって、実はまあいわゆる普通の、そうなんですね、普通の人狼ですね、要するに、たまたまそのそういうあのゲーム会議に参加してた時期があって、まあちょっと遊んだことはありました。もうその時からもうすごく苦手意識があって、黙ってたら、1回目は勝てたけど2回目はやっぱり吊るされましたね。ああ、これは向いてないね。まあ、ですね。その知らない人とかってやったりするのは結構難しいゲームです。難しい。知ってる人同士がいいんですよね。相手の性格知ってるからこそ、ああ、来るんじゃないか、こう来るんじゃないか、ああ、そっち来たか、みたいなね。あの、いうとこがあるからこその面白さだと思うんで、全く知らないってなると、まあ、とりあえず疑うみたいなところから始めなくちゃいけなくて、なんか、なんだろう。変な話、単に気まずくなるだけのような気がするんですよね。まあそっからね、その相手のこう、言動とか、行動とかから、まず気を伺うということにはなると思うんですけども、まあ、洞察力ですよね、だから。いやー、その本当になんか人間の根本的なスキルが問われてる感じがして、あの、なんだろう、重たい。あの、面白いんですけどね。面白いんですけど、ちょっと重たいなって感じはしてしまいます、個人的には。まあ、普通の人狼よりは、アマンガスの方が、個人的には遊びやすいかなと。まあ、それはそうですね。クルーとインポスターだけですから、わかりやすいですからね。あそこになんか違う勢力が入ってきたりすると、ちょっとね、わけわからんことになるかもしれませんけども。でも、アマンガスとしても、長年ね、ずっとこれから先に長いこと遊んでもらうんだったら、もしかしたら、ルール設定でそういうアクセントをね、加えるような日が来るかもしれませんけどね。そうですね。クルーの中に、だから、インポスターに内通してる、なんだろうな、どういう名前かわかりませんけど、そういうのが入ってみたり、ダミーとか入ってみたり、まあ逆も光ですよね。インポスター、逆は難しいか、インポスターの、よくわかんなくてやな。インポスター側にいながら、あ、インポスター側にいながらクルーにわざと吊らされたら逆に勝ちみたいな。なんか人狼でそういう、そういう役職もありますけどね。狂人ですね。狂人、もしくは吊るし人かな、なんかそういう言い方はしますけど。そうですね。か、もしくは、あの、まあ、よく言われる占い師、魔術師みたいに、こう、ね、調べられる人間が一人いるとかね。そうですね。役職追加は確かにアップデートでありえそう。アップデートか、もしくは2を出してしまうかですよね。その方がわかりやすいかもしれん。その、昔のままのルールがいい人は、アモンガス遊んで、もっと上のね、テクニカルな世界を望むなら2を遊ぶみたいな炭焼きをしてもいいのかもしれないとはちょっと思いました。なんかこう、アップデートでパワーアップさせていくと、で、ルールをどんどん追加していくと、やっぱりそのルール前提でオンラインで遊ぶことになるので、やっぱりついていけない人が弾かれていっちゃう傾向にあるような気がするんですよね。まあ、で、だんだん絞んでっちゃうんですよね、市場は。っていうのがあるので、あえてそういう大胆な変化をするんだったら、いっそ続編を出してしまった方がいいという考えもあるかもしれません。もしかしたら。だから、言ってしまえばスプラトゥーンと同じです。スプラトゥーンも変な話、どんどんステージとかルールとかモードとかを1のままね、追加していってもよかったじゃないかって話ができちゃうわけです。まあ、ね、2って出すのはスイッチで出すからっていう名目があるからまだいいにしても、同じスイッチで今度3を出そうとしてるわけじゃないですか。っていうことは、
絶対2とは全く違う何かを入れてくると思うんですよね。だからこその3だと思うので、それはやっぱり住み分けをしてるということになるのかな。だからそのなんだろう、3できっといろんな要素入るんだけど、それが全員が 100人中100人が喜ぶバランスとは限らないので、変な話やっぱ2でいいや今んとこはってなっちゃう人もいるでしょうから、そういう意味での、まあ、3での新しい挑戦ということだと思うんですよね。だから、アモガス、まあ、一旦環境をリセットするってことですね。そうですね。だからそういう考え方の方が、アモガスでね、大きな変化をするときもそういう考え方の方がいいのかもしれないなっていうのは、ちょっと、まあ、今話してて、ちょっと思うところでしたね。はい。まあ、ステージ自体はね、どんどん追加してほしいななんて思ったりしますけども、はい。今4つですよね、まあ今。はい。はい。まあ、また遊ぶ機会があったか。ということで。はい。やっぱり、ま、大人数でやりたいので、どうしても。なんか、あれ、まあ、そうですね。最低4人でしたよね。最低4人でから遊べることは遊べるんでしょうけども。あやっぱりね、8人、9人とかでね、やったりすると、4人でやったら多分物足りない気がするので、もう。まあ、すぐ終わっちゃいますか。はい。やっぱりちょっとね、あれぐらいの人数でまたね、やれる時があったら嬉しいなと思います。はい。はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそ。はい、あとはそうだなこれから発売される、気になる作品なんかの話も、もしよろしければ、聞いてみたいんですけども。個人的にはマリオゴルフですか？ああ、はいはいはい。まだギリ発売されてないかな公開されてる時には。はい。マリオゴルフスーパーラッシュということでね。まあ、発売されますけども。まあ、私もなんだかんだでマリオゴルフシリーズずっと遊んできてるんですよ。なんだかんだ言いながら。ワールドツアーか。3DS のワールドツアーも楽しませてもらいましたし、まあその前結構ね、間、Wii スポーツがメインになった時代があったので、結構ね、間が空いた時もありましたけども、ゲームキューブの頃も64の頃も、なんだかんだでプレイ、あれか、ゲームボーイとかは遊んでないかな、CPU なら。で、そんな周りにゴルフ好きがいるわけでもないので、基本一人でぼちぼちと楽しんでた感じなんですけども、まあ結構なんだかんだで、この、まあゴルフゲームそのものがまあそんなに多分嫌いじゃなくて、なんならスーパーファミコの頃は遥かなるオーガスタっていうゴルフゲームがあったんですけども、本格的リアルグラフィックな、そんなのも遊んでたりしたので、元より嫌いではなかったんだと思います。リアルなゴルフは別としてね。まあ、そっちはそっちで難しいです。難しいですからね。リアルなゴルフは2回打ちっぱなしに行って、球が前に飛ばない時点で諦めましたね、もう。ガツン、そう。ガツン、コロコロコロ、ポトみたいな感じだったんですよね。そんな難しい。やったことまではない。難しいというか、まあ、多少コツが必要だから、そこへね、こう、まずなんだろう、コツがつかめるかどうかがまず問題なんでしょうけどね、きっと。はい。まあまあ、リアルはともかくとしまして。まあ今回のね、マリオゴルフ、もちろんね、いつものゴルフ、純粋に楽しんでいただくこともできますし、スピードゴルフと呼ばれるですね、リアルタイムで打って、球のとこまで走って、また打ってっていうのをね、繰り返して、キャッカップを目指すというルール。これは実際に競技として存在するっていう話らしくて、別にね、ゲームだからこそっていう話ではない。まあ、あれですよ、スターとかはともかくとしてね。アイテム使うのはともかくとして、そのルールそのものはなんか実在するということは聞いたことがあるので、まあ、それをゲームに落とし込んだということなんですね、今回。はい。あとは、新しく、もう一個、争奪戦カップ争奪戦だったかな一つの広大なコースの中に何個もカップがあって、先に3つカップインさせたら勝ちっていうですね、もう完全にまあ、ゴルフでは一応あるんだけども、なんかね、ワッツアゴルフも顔負けのなんか、結構癖のあるね、変則的なゴルフルールになってるかなと。まあ、それはそれで楽しめるかなと思ってます。ちょっとオンラインモードでどこまで遊べるんかはちょっと分かってないので、ちょっとそこが気になるところなんですけどね。多分遊べると思いますけどね、スピードゴルフとかも。
そうなんだろうな、うん。まあ多分全般遊べるんじゃないか。と思いますけどね。最大4人ですから、そんなに動機取るのも、ね、難しくはないと思いますし。まあだからこそね、これはこれでフレンドさんと一緒に楽しんでみたいなという、感じではありますけども。個人的にはでも大会モードを残してほしかったな。ワールドスワンの時に、大会を自分で自由に作って、この、例えば期間なり、ルールなりを決めて、あとは自由に参加してくださいってできるモードがね、あったんですけども。あれなんかは本当にブログとかをやったりする上で、かなり取り上げやすかったので、そうですよね。で、時間は問わないですから、参加もしていただきやすかったですし、結構ね、良かったんですけど、見る限りでは今のところその要素はない。まあ、アップデートでね、追加される可能性は、もしかしたらあるかもしれませんけども。まあ、よろしければ、どうか復活をお願いします。ということで。ちなみに、一輝さん、マリオゴルフシリーズの、プレイ履歴としてはどんな感じなんでしょうか。まあゲームボーイが全然疎いぐらいですか。ゲーム他はやってます、ね。ああそうです。じゃあ同じぐらいですかね私と。そうですね。なんだかんだで本当にマリオゴルフはやってて、その私なんだろう、マリオゴルフとかマリオテニスとかまあ一応。ある程度ほぼほぼやってきたんですけども、それ以外のスポーツゲームっていうのを全然遊んでないんですよね。いっぱいあるじゃないですか。そのマリオ関連でってことですか。いや他も含めてですね。ミラクルベースボールとかも一応やったことはありますし、サッカーの何でしたっけあれ名前。ストライカーズです。ストライカーズですね。あれもゲームキューブ版、初代のゲームキューブのやつは一応触ってプレイしてた記憶がありますので、とりあえずマリオだからやってたんでしょうね。普通のスポーツゲームって、まあ、基本的にはその実在する選手を起用してることが多くて、で、まあその選手のなりを知ってて、知ってるからこそ面白いって覚えるところってあると思うんですよね。だけど、はい、私の場合、全然詳しくないので、そこが。だから、その、なんか、例えば野球ゲームをやるにしても、野球自体は好きなんだけど、野球選手は、申し訳ないけど、わかんないので、だから、なんか、そこでちょっと壁を感じるんでしょうね。例えば、その、パワープロとか、プロ野球スピッツとかを買うことに関しての壁を感じるところが、多分あるんだと思うんですね。まあ、元の選手を知ってれば楽しいってことですね。そうですね。だから、そこを、ね、別に気にせずに、誰でもいいじゃないか、ね、誰だと知らなくたってプレイはできるんだから、ね、別に気にせず買えばいいじゃないかって思うんですけども、でもね、ってなっちゃう。だからサッカーはだからウィングイレブンとかそうじゃないですか。だから、興味ね、一回ぐらい遊んでみたらいいと思うんだけど、と思いながらカルチョビットの方だけ遊ぶみたいな。みたいな話ですよね。カルチョビットは違いますからね。実在するあれじゃないですから。そうですね。そう、だからそういうなんか妙な壁を感じてしまいますね、なんか。壁を感じる必要はないんでしょうけどね、絶対。ないんだけども、なんかちょっと、ってなってしまいますね。だからこその、マリオゴルフとかマリオテニスとかそっちの方には手を出してたということなのかもしれませんね。その割にはスパロボをアニメ作品知らずによくやってたなと思いますけども。おかしい。やっぱり基準がおかしいな。まあいいや。まあ遊びやすさは確かに、その、どっちかというとデフォルメした方の方、非現実的な方の方が、とっつきやすいみたいですか。そうですね。だから、そういうのがあるんでしょうね、やっぱり。まあ、マリオゴルフは私も本当に楽しみにしてますので、また今回もいろいろ、まあ、まったりと、楽しませてもらおうかな、というふうに思っております。まあ、それこそ、イキさんも、もし、買うのであれば、と一緒に遊べたら嬉しいですね。はい。そうですね。ぜひ、はい、対戦を。よろしくお願いします。これまた。どんどん一緒に遊びたいソフトが増えてきますね。まあ、基本オンラインで遊びますか。まあそうですね。はい。さて、そうだなぁ。ところ変わって何かお話ししてみようかなぁ。イキさんはその、
昔のゲーム機を久しぶりにちょっと起動してみようかなとかって思うことはあったりします？ああ、それはありますね。あ、そうですか。それこそ最近 64DB を入手してしまって。あ、そういえばツイッターでそんな話してたな。ああ、はいはいはい。はい。まあ別に遊び込んではないですけど、ちょっと起動してちょっと触るぐらいはしてます。64DB か。まあ私は、その当時まあ、64ドリーム、今の任天堂ドリームですね、というゲーム雑誌、読んでて、その 64DB の存在は、まあ知ってたんですけども、あれって、結局、どうでしたっけ？ネット販売限定だったんでしたっけ？なんでしたっけ？あ、そうです。ランドネット DD っていうところで契約しないと、届かない。そんな感じだったんですよね、確か。はい。だから、購入の敷居自体はものすごく高かったと思うんですよね。当時としては。まあ、そうですね。当時のそのインターネット普及率を考えると、高かったです。だからまあ、当時のうち我が家はもう、まあ、インターネット環境がないのもそうですし、まあ、いわゆるその、お店に行って買えるわけじゃないものですから、まあ、その頃ってまだ私小さい頃でしたから、やっぱり親に買ってもらう傾向がなあった中で、親からしたらそんなよくわからない買い方をするなんて、もうわけわからんわけですよ。言うてしまえば。っていうのもあったりしてね、なかなか結局 64DD は手伸ばすことができなかったですね。でもね、だから、F0X の、エキスパンションキット、だったかな、はい、コースが作れるやつですね。ものすごい、羨ましかった。あれは本当に。まあ、当時本当に F0 もそうですけど、F0X 本当にハマってて、まあ、なんならマリオカート以上にハマってた時期だったので、あれでコース作れるってもう、もし持ってたらもう、エマモーシーンで作ってたと思いますよ、本当に。っていうぐらいね、すげえ憧れてたんですけど、なかなか だからといって、それ一本のためだけにね、ちょっと辛いところがあったら、まあ、といっても、そんなにたくさんソフト出てないですけどね、64DD は。そうですね。まあ、契約してたら自動的にソフトを届くようなシステムだったはずなので。はい。ちなみに、どれぐらいで手に入りました、ちなみに、さんは。20万ぐらいですね。うわ、マジっすか。そうか、まあそうですよね。だって、出荷台数10万台って言ってるぐらいですから、そうか。なかなかレギュラー。まあそっからさらにソフトとかもあるので、あ、まあ、そうですね。ちゃんとソフトをセットで出品してる人を探さないと、ぼったくられる可能性もありますね。ああ、そういうことですね。まあそうですよね、確かに。そっか、いや、こっちだってレトロフリーク買うだけでもうどうしようかって悩んでるような人間ですから。いや、まあでもこれは結構、数年単位で悩みました。ああ、まあそうですよね。でかい買い物だったと思いますので、まあそこはね、コツコツ 64DD 用の貯金をして、ドーンと使うみたいな感じでね。まあやったのかは知らないですけども。ね、いや、いいですね。でもそういうロマンがある話。私には到底できない。私はもう、本当にまあ、レトロフリーク買ってね、今実況プレイいろいろやらせてもらってますけども、まあ、ある程度いろいろと、こう、一つだけで、なんだろう、いろんなゲーム機に対応できるわけじゃないですか。だから、それでいいやってなっちゃうんですよね。そこを、なんか本当にレトロゲーム愛してる人だったら、あそこでファミコン本体繋げるの無理だじゃなくて、頑張って繋げようとすると思うんですよね。多分そこの違いなんでしょうね、きっと。そこ俺は、あ、レトロフリーク、でも高いし、あ、でもファミコン互換、それこそファミコン互換機でいいやから始まってますからね。私の場合は。もうその時点でダメ。まあ、今繋ごうとしたらテレビをまず変えなきゃいけないですから。そうなんです、そうなんです。だから、まあ私本当にあの時の動画でも話しましたけど、スーパーファミコンから入ってる人間なので、意外とファミコンの何がしを知らないんですよね、繋げ方とかそういうのを。だから、なおのことを、って思って、届いたものを見てね。あ、これ、結構レベルの高い話なんだなと思って。まあ最終的に楽しちゃったっていう、お金で解決しちゃったっていう話だったんですけども。まあおかげでね、まあいろいろ楽しませてもらってるので、まあ良かったと思ってますが。もともとね、ファミコンだけのつもりが、レトロフリークを買ったおかげで、ゲームボーイアドバンスとか、ゲームボーイとか、あっちの方も網羅できたので、そういう意味ではね、遊びの幅が広がったので、まあ、それそれでね、良かったなと思います。
だけど、その 64DD のそのロマンの力には到底かなわない。そこはやっぱり。まあ、敵でしか遊べないですか。そうなんです。ね、だから、もう、おいそれと 64DD タイトルをね、まあ、リメイクとかしない方がいいんでしょうね、逆に。いっそ。いや、それ、まあ、それでも今でも俺はなんか、まあ、F0 の新作、F0 に関してはね、新作が出てないからもうなんとも言えないですけども、そのうちマリオカートでもしね、簡単簡易的でもそうコースが作れるようになってアップロードできるようになったりしたらこれ大変なことになるなと思ったりして。でもなんかそういうのをそろそろ考え始めてもおかしくない時代だと思うんですよね。マリオカート的に。結構もう、そうですね、マリオカート自体が本当にもう完成されすぎちゃってるので。もうだから、まあね、そのマリオも要はそのマリオメーカーとかが出たわけじゃないですか。それがなんかもう行き着いた到達点みたいなところだと思うんですよね。続きアクションのマリオの。だから、それを考えると、なんかこう、ニンテンドの作品、本当にこの長く続いてるし、作品いっぱいありますけども、最終的にはそういう何かやっぱりこう、クリエイティブな部分に絶対つながると思うんですよね、最終的には。だから、マリオカートもいずれはって、どうなんでしょうね。なるのかな、まあ、ちょっと厳しい言い方すると、マンネリ終わりますからね、マリオカート。そうなんですよね。ねえ、マンネリ化してなかったら、そもそもマリオカート8デラックスとか出してないですもんね。9出してるっていう話ですからね。それがあるんでね。まあ、よくも悪くもマンネリ化してきて、まあ当然ね、あとはもうステージさえ増えてくればそれでいいっていう考え方もあるかもしれませんけども、それも限界がありますので、最終的には、無限に楽しめる手段を探そうと思うと、そのクリエイティブな部分っていうのを追加しなきゃいけないっていう考えは絶対候補としては上がると思うので、まあそれはあとはね、取り入れるかどうかっていうところですよね。まあそれこそね、まあ多分これも発売されてると思うんですけども、作って遊ぶ、初めてゲームプログラミングもその一つなわけじゃないですか。ね、あれも要は、ね、作って遊んで、期間もアップロードしてみんなで、バイバイ遊ぼうっていう形で長くね、楽しんでいただきたいという作品だと思うので、やっぱああいうクリエイティブなものってね、広がりやすいなと思ってて、結構ね、一昔前、それこそ10年前ぐらいの日本って、そういうところにちょっとまだね、抵抗があるというか、海外ではすごく流行ってるのに、日本ではまだそういうクリエイティブな、こう、楽しみ方があんまり広がってない印象があったりしましたけども、やっぱり、なんか、なんだろう、オンラインのサービスがやっぱりすごく充実してきたり進化してきたおかげなのか、やっぱ増えてきた気がするんですね。そういう、作ってみんなで遊ぶね、幅を広げていこうみたいな。なんかすごい増えたような気はしてます。そうですね。まあ、もちろんね、だからって何でもかんでもそれをやってしまったらね、もうクリエイター嫌ねじゃねえかって話になりかねないので。それはまあね、もう限度はありますけども。まあだから、ね、マリオメーカーが出たなら、マリオカートメーカー。マリオカートメーカーでも響きが悪いな。なんか、マリオカートメーカーなるものが、ね、まあ、作る以上はね、絶対限定的な方法にはなる、そのスーパーマリオメーカーだって、ね、過去のコースすべて再現できるわけでも何でもないので、全然再現できないので、基本は。ですから別にね、作れる限定的な方法ではあっても、なんかそういうのが生まれてみても面白いのかなっていう気がしますね。そうですね。これ、まあこれは、ね、次のマリオカートで明らかになるということで、はい。期待したいです。期待しておきます。期待、いや、あんまり期待しないでください。逆に。はい。さあ。ところ変わって、ゲーム機の修理とかって、いちさんで出されたことあります?種類ですか?修理ですね。壊れて。修理。はい、修理、はい。出したことあります。例えば、なんかさ、まあ、最近じゃなくてもいいんですけども、古いのでもいいんですけども。古いのだと、多分64は修理出したことあります。あ、ほう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 。64か。64、ゲームキューブ、多分、任天堂ハード、マイハード出してますね。あ、そうなんですね。そうなんですね。だいぶ。据え置き機は絶対1回は、なんか、どっか壊れる。あ、そうなんですね。まあ、でも、
いや、俺はどうなんだろう。でも俺は64デーブキューブは壊れた記憶はないな。Wii U はちょっと一回修理に出したかな。ゲームパッドがおかしくなって。ぐらいですね。携帯機は、最近出しました。うん、あ、そうですか。まあまだね、修理受付はしておりますんでね。Wii U は。はい。今のうちにという感じですけど。私はだから逆に携帯ゲーム機が多いかな。壊れる。って言ったら DS ライトもそうだったし。なんなら 3DS 買って1ヶ月で壊れましたからね、1回。初期のね、3DS ですけども。1ヶ月ぐらいだったと思う。1ヶ月か2ヶ月で、パイロットウィング3リゾート遊んでた時だった記憶があるから、多分1ヶ月ぐらいなんですよね。近2ヶ月かな。これはどういった症状だったんですか？ゲームソフト起動しようとしたら、エラーが発生しました。都市が出なくなったんで。ああ、うん。もう人気もさっきもいかないっていう状態ですね。単純に普通、もう遊べません。っていう状況でしたね、なんか。で、結局本体ごと交換って感じだったのかな、当時は。と記憶しております。DS ライトと 3DS とさっき言った Wii U か。あとは、プレイステーション2ですね。プレイステーション2も1回出してますね。あ、1回じゃねえ。2回出してるわ。私、プレイステーション2は、発売日ではないですけど、ほんのちょっと遅れて買ったんで、初期型を買ったんですね。で、どうだったかな ?1 回目の時は大した額じゃなかったんだけど、2回目の時はなんかもう、30分ぐらい遊んでたらもう熱暴走で止まってしまうみたいな症状になって、あ、これいかんなと。言ったらなんか多分もうなんか多分なんだろう心臓部まあ CPU とかでしょうね多分心臓部の部分がもう多分ダメだったみたいなことでまあまあな修理費がかかった記憶があります。それでも最後の最後まで初期型で楽しんでましたけども。で PS3、4 は大丈夫だったのか。あ、でも4もねちょっとおかしくなったから買い替えたっていうのはあります。修理は出してないですけども、買い替えたっていう記憶はありますね。まあなんか、ね、どんどん機械がこう、性能が良くなってるから、よりこう、なんでしょう、デリケートになってる気はするというか。まあ、それはありますね。任天堂のゲーム機、それこそ携帯ゲーム機なんか見たらそう思いません？なんか、ゲームボーイとスイッチじゃ絶対頑丈さじゃ多分、運転の差があると思うんですよ、絶対。なんか、落とした時のショックの度合いが、ゲームボーイの方はどっちかというと、存在です。そう。だから、まあ、それこそ、以前もちょっと話したことがあるんですけど、甥っ子が、スイッチをちょっと乱暴に扱ったせいで、こう、故障させてしまったみたいな話がありましたけども、まあ、昔のね、そのゲームボーイなんかは、本当にそういうふうに子供が乱暴に扱っても大丈夫なようにということでね、設計されて、ああいう形になって、ね、落としても壊れないと。よく、なんか、ね、なんだっけ、太平洋、なんか、ね、戦争の焼け跡から見つかったゲームボーイが動いたっていうのはね、有名な話ですけども。ああ、はい、ニューヨークに展示されてるやつです。はい。でしたりとか、なんかの動画で見ましたけど、ゲームキューブ本体をなんかバイクの後ろで引きずり回した後でも普通に起動したとか、なんかそんなのも見たことがありますけども。まあ、そう、まあね、たまたまだったかもしれないにしても、まあそこでね、そういう、任天堂のゲーム機って感情だなっていうのを、ずっと長年結構保ってきたところがあって。でも、スイッチは頑丈かって言われたら、どうなんだろうねってなりますよね、なんか。その印象はないですね。ないですよね。Wii U ゲームパッドはまだそう言ってもいいかなって言える感じがしますけども、多少なりとも。Wii リモコンもね、Wii リモコン。Wii リモコンもだってね、結構やっぱりフル動作があるから、ぶつけてしまうことってやっぱりどうしてもあるかもしれないっていうのを考えたら、やっぱり頑丈に設計はしてあったと思いますし、実際私も、部屋そんなに広くないので、壁にぶつけたことぶっちゃけ割とあります。Wii リモコンも。でも。まあでもそんな、そうそう壊れるもんじゃなかったですね。壊れたことはなかったです、Wii リモコンが。何もせずに、しばらく使ってなかったから動かなくなったっていうことはありますけど、それは単にね、もう寿命の問題だと思うので。だからそういう、こう流れで言うと、スイッチはね、まあ、ジョイコンだけだったら、
まあまあ頑丈なのかなと。まあ、あれはジョイコン自体が軽いっていうのもありますけどね。ジョイコン自体が軽いからっていうのもあるにしても、まあ、多少落としても大丈夫かなって思えるかなっていう。そんなことないです。まあ、ジョイコンはちょっとスティックたまにおかしくなる問題は、何回か経験してます。ああ、そっち以上なんとかしてほしいっていうのは皆さんいますよね、本当に。まあ、私も実際、まあ3セット持ってて、3セットともおかしくなってますので、で、もう自分で直しましたんで、それは。ああ、もうそうですね、修理キットが出回ってますか。いや、本当はね、修理出したかったんですけども、一個一個全部オンライン修理受付して、一個一個全部送らないけんって思った瞬間に、強烈にめんどくさくなって。しかも、コントローラーなんで買い替えればいいやとか思います。もしね、最悪ダメになってもね、っていうのがあるんで。まあ実際、今動いてるんでね、それはまあ良かったとは思いつつも、ちょっとそのジョイコン、だって多分スイッチライトでも改善されてないって話でしたよね。なんか話によると。まあライトで壊れたら致命的ですよ。そうなんですよ。本体ごとって話ですから。それこそ来、先月に、ニンテンドースイッチライトは新色のブルーがね、発売されましたけども、あれでも治ってないのかどうなのかは、ちょっとそこまではね、話には聞いてないんであれなんですけども、治ってないんだろうな。どうなんだろうな。まあ、多分変わってないのかなと思います。設計自体変わってないような気がしますね。でも、どうなんだろう。なんか、あるんかな。そこをなんかね、何の理由もなく放置するとは思えないので、なんか、もしかしたら、測り知れない事情があるんかもしれませんけどね。どうなんだろう、すり減ってしまう。まあ、その、64のね、コントローラーのサンディスティックとかも、まあまあすり減るじゃないですか。それなりに使えたら。あんな、なんか、構造上どうしようもない理由が、なんかあるのかもしれないですけどね。まあ、あるのかもしれないにしても、じゃあそこはなんかこう、それを見越して、こう、ちょっとこう、優遇サポートをするとかいうのがあってもいいのかなとか思ったりしますけどね。ジョイコン限り無料で交換しますとか、1回、2回ぐらいまで。みたいなのがあってもいいような気がしますけどね。まあ、特に公式の声明はないですからね。ちょっと黙ってる感じがするのは、ちょっとね、確かに、不快感を与えるのは、これ、致し方ない話かなと思ってて、ちょっとそこはね、まあ、よくジョイコン問題と言われますけども、ちょっとそこはも、まあ、ね、ゲーム機売れてるから、別に、いや、まあ、その考えが良くないんでしょうね。ちょっとね、あんまり天狗にならずに、なんとかしてほしいなという気持ちはちょっとありますね。4年か。4年ぐらい経ちますね。4年ちょっと経ちますね、もう。なかなかここまで来るともう。だから次のモデルで何とかすればいいか、みたいな感じになってる可能性もありますけどね。変な話。まあ、いろいろ噂は出てますからね。噂はね。まあ、私は噂は全部、ペーンって無視するタイプですけども。まあ、そうです。数年間言われ続けてる噂ですからね。まあ、4年目。まあ、今年の3月にその社長自らね、モデル新しく出す予定はないっていう話はあったので、もちろんその、なんだろう、研究とかね、開発とかは絶対してると思うんですよ。それは当然なんですよ。ずっとしてると思います。だけども、それを結局、じゃあどういう風に完成させて、それをどういうタイミングで出すかっていうのは、ずっとこう、ね、タイミングを測ってる状態だと思います。それはもう本当に、何数年単位のレベルでね、やってることだと思いますので、まあでも本当にスイッチ自体本当に今ね売り上げのテスト、この前2000万台も突破したという話もありました、国内でね。ちょっと他のゲーム機と比べてのペースがどうかわかりませんが、まあめちゃくちゃ早いペースだと思います、はっきり言って。4年半で、4年半も行かずに2000万台。少なくともウィーは上回ってるのかな。ウィーは上回ってるペースになると思いますので、そうだから。今の時代においてね、最新のゲーム機がまだここまで売れるような時代がまだあるんだなというのがね、まあ、ね、都合もいい需要などの影響があることを考慮したとしても、まあ、なかなかできることではないのかなと思うので、だからこそそういう状況において、上位モデルないし、後継機、出す、まあ、それは、
勢いはつけたいだろうけど、そんなことしてる暇があったら、まず品薄なんとかしてくれって話になるので。そこがね、こう、タイミングはなんか今じゃない気がするんですよね、なんか。そうですね。多分ね。とか言ってどうします？これ公開してる頃に新型発表されてたら。可能性ゼロじゃないですからね。それはもう全カットです。そうですね。全カットですね。なかったことにします。はい。まあまあね、本当にゼロではないですからね。E3 に向けて任天堂もいつものようにダイレクトをやるっても言ってますから、ね。そのダイレクトも多分公開された後にこのラジオを公開することになってると思います。でも今の私たちはダイレクトの内容、息右も知らないので。はい。まああれも楽しみにしてますけども。はい。さて、時間的に今どうなったのか。あと10分ぐらいお話できたらいいのかな。そうだね。あと最後にもう一個なんかないかな。そういえば、リングフィットアドベンチャーってエッチさんやられてましたっけ？ああ、やってます、やってます。結構続いてます？そうですね。週2、3はやってます。何年ぐらい続いてます？何年というか。あ、それは発売日からやってるので。あ、そうなんですね。言ったらじゃあもう、2年。どれぐらい経つんだっけ ?2 年、3年経ちますよね。1年半ぐらい経つんです。そんなもんですかね。1年半以上ぐらいですかね、じゃあ。1年8ヶ月ぐらい。あ、でもすごいですね。それだけちゃんと続いてるっていうのは。いやー、2、3ヶ月で断念してるんでね、私。いやー、いかんなと思ってる。あるんですよ、手元に常にリングコンは。で、当時すげえすげえ言いながらね、頑張ってプレイしてて、最近はたまーにリズムゲームですかね、新しく後で追加された。あれも疲れますね。あれをちょっとね、たまに楽しませてもらうんですけども、それっきりって感じがしてね、ちょっとね、いかんなとは思ってるんです。でもこれやっぱりね、リーグフィットアドベンチャーもそうですし、まあ、かつてのウィーフィットもそうなんですけども、その、製品自体のね、魅力は大変素晴らしいと思いつつ、結局運動する以上は最後やる気なんですよね、やっぱり。そうですね。起動して、運動してっていう流れがあるんで、まあ、そこは億劫ですね。それがね、だから、もうね、一さんみたいにも、もうね、1年半ぐらい続けてらっしゃる方だったら、逆にね、もう毎日日課として続けてきたことだと思うので、逆にやんなかったらちょっとね、気持ち悪いみたいな感じになってると思うんですけども、そこに乗るまでに諦めちゃうからダメなんでしょうね、きっと。Wii Fit もね、私だって Wii Fit、Wii Fit Plus、Wii Fit U 全部買ってるんですよ。全部多分2、3ヶ月なんですよ。ダメですね、本当にと思ってね。もういい年ですから、本当にね、運動しなきゃいけない。まあ、仕事でもね、ぼちぼち汗はかいてるんですけども、日常でもね、楽しく運動できる手段かと思ってね、頑張ってリングフィットアドベンチャー、当時、私はだから、発売して数ヶ月後に買ったんですよ。ちょうどそれこそ、もう一発目に品薄って言われてた頃に、まあ、マイニンテンドストアで注文して、手に入れたんですけども、あの時にね、喜んでやってたんだけども、みたいな感じだったんですよね。まあ、やっぱり私自身が、ずっとこのゲーム遊んできてる、この36年間そうなんですけども、やっぱりそのたくさんのゲームを遊びたいタイプの人間なので、どうしても一本のゲームを長期間続けるっていうことがなかなかできない人間なんですよね。だからそれが多分あるんでしょうね。リングフィットアドベンチャーでもその運動で楽しいって言うんだけども、その間にもまた新しい作品出てくるわけじゃないですか。で、それに時間が取られるし、はい、で、まあ、時間が取られるだけの理由なんだろうな、でも。だから、あれなんでしょうね。なんか、興味があちこち移って、飽き性なのかな、飽き性なのかいかんのかなっていうのはちょっと思ってますけどね。だから、その一さんみたいに、こう、1年以上続けられる。っていうか、最初に起動してみたらね、またやりたくなるかもしれませんもんね。まあ、結局、これ続けられてるのも、なんか、信者的な何かがあるんじゃないかなって。ああ、そうですか。私はそこまでじゃないんでね。
昔はなんかブログでね、信者じゃないかって言われたことも時代もありましたけども、今は割とね、あまあまあ、それでもニンテンドのゲーム遊ぶことはもちろん多いですけども、私発売日には買いませんでしたからね、だって。だから、一回見送ってる人間ですから。でも、後の評判聞いて、あまりにも、こう、話題沸騰中だったから、やっぱりちょっと興味は、そこでね、やっぱ気にはなって。で、実際、リングコンの、その、性能、その反応ですよね。あの、感度とかも大変素晴らしくて、あ、すげえすげえって面白くやってたりしましたけどね、本当に。だから逆に言うと、リングコン対応ソフトが、思いのほか出ないなと思って。ああ、それはちょっと思いました。それ、ねえ。あのゲーム以外で活かしきれてないのか。ファミリートレーナーぐらいか。昨年末にファミリートレーナーが出た時には、レッグバンドをつけて、一応、遊ぶようになってるので、はい、あれ多分リングフィットアドベンチャーのやつも使えたはずなんですよ。っていう私の記憶では。確かに CM で足につけてます。でもあれぐらいのもんじゃないですか、もう本当に。そんななんかね、せっかくこんだけ品薄で話題沸騰で、それこそ100万本以上も売れてる。ウィーヒットの時はね、バランスイーボードを使った結構対応ソフトって、まあまあ出たじゃないですか、なんだかんだで。はい。専用ソフトはないにしてもね、まあまあ対応してくれてたのに、スイッチでね、こんだけ売り上げ伸びてて、リングヒットアドベンチャーも話題沸騰で。なのになんでリングコーンを使ってなんかやろうっていう風にならないのかなっていう。余裕がないってことなんですかね、今の業界。そこまで、まあ。それこそ、ゲームプログラミングで対応してもらえれば、作れそうですけど。ああ、なるほどね。ああ、ちょっとそれはいいですね。ああ、それは、ちょっとでもいいな。あるのかな、なんかね、トークンっていうのをつなげてね、プログラムを組むっていう話をしましたけども、あのトークンの中に入ってんのかな。まあ、入ってなかった、入ってなかったにしても、後からね、追加することはもちろんできるでしょうから、リングコントークンとかつけてね、引っ張った動作を登録しといて、それに対して、その時にこういう動作をするっていう紐付けをすればいいだけなので、まあ、できないことはないですね、全然。まあでも、ね、それは、まあね、ちょっと気になるにしても、なんか、難しい。やっぱバランスウィーボードとかと比べると難しいのかな、リングコンを扱う。まあ、特殊な形ではあるので、なんでしょう、バランスウィーボードって結局重心で、なんか、なんだろう、コントロールしてるっていう話であって、要はその、なんだろう、すごくざっかけないこと言うと、ダンスダンスレボリューションの延長線上みたいなとこがあるじゃないですか。ね。上に乗って踏んで操作するわけですから。だから、操作としてゲームに落とし込みやすいものだったから、まあ割といろんな対応をしてくれたのがあったのかもしれません。だけど、リングコンってちょっとあまりにも特殊なので、形も操作方法も。それだからゲームとして落とし込むときに、ちょっと難しかったのかな。でもそれこそファミリートレーナーでリングコン使えるようにしてくれてもよかったのになっていう気持ちはありますね。まあ、今考えると、その、リングフィットアドベンチャーの中でやってるような動作以外、あんまり思いつかない。そうですよね。ないか、やっぱり難しいのかな。すすめキノピオ隊長で、たまに自分視点になるコースがありますけど、あそこでこう、ダメですかね。ね、照準向けて株飛ばしますけど、株飛ばす動作を、はい、ね、リングフィットの空気飛ばすじゃないですか。まあ、あの動作で。そう。あれで、そんぐらいなのかな。私もそんぐらいしか思いつかないですね、もう。だからちょっと落とし込みづらいっていうのはあったかもしれませんね。普通のゲームに。はい。まあでも、リングフィットアドベンチャーはね、未だに結構でもどうなんかな、品薄なのかな。まあでも最近は中古で見かけることもたまにはあるので、昔ほどは手に入りにくくはないのかなとは思います。おそらくは。ついてきたには来たんじゃないですかね。おそらく、そうですね。お店なんかで並んでる様は見かけますし、今ね、それこそ Amazon とか見ても、通常価格でご購入いただけるみたいなので、まあ、キーキーと比べるとっていう感じではありますね。はい。まあ本当に間違いなく運動できる
素晴らしい作品なので、本当に。うん、本当に運動続けたい。ましてやね、今本当にコロナで外出れなくて、ジョギングもちょっとするのに抵抗があるっていう方も多いと思います。そういう状況だからこそ、こういうの結構ね、ありだと思うので。本当に今の、改めてね、興味がある方、買いやすくなった今ですね、また手を出してみていただけたら嬉しいなと思います。ね。私の、ね、ほったらかしにしとるリンクコンも、ほったらかしにしてるぐらいなら誰かにあげたいぐらいですけど、本当にもう。はい。さあ、そんな話でしたけども。そろそろね、お時間的によろしいかなと思いますので、うん、ちょっとこれぐらいに。させていただこうかと思いますけど。まあでも。まあ E3 前っていうのはちょっと難しかったですけど。そうですね。はい。重ねて言いますけども、公開されている時にはもう E3 終わった後ですけども。はい。これは E3 収録、E3 開催前のね、収録ですんで、E3 の話は全くしてません。はい。ご了承ください。まあでもそれでもね、64DD の話とかね、ちょっと意外なお話も出ましたので、それは個人的にはすごく良かったです。本当に。なので、はい、またちょっとね、対談ラジオ、いつ、まだできる時があるかわかりませんが、またできる時がありましたら、お声をかけれたらと思いますので、はい、その時はよろしくお願いいたします。はい、ケーブルは一同でよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。あとはゲームの方でもね、何かいろいろあると思いますので、はい、またその時は、はい、一緒に楽しみましょう。はい、ありがとうございます。はいはい。ということで、今日は一輝さんとですね、いろいろと自由に食べてみました。はい。またね、次回の10週連続対談ラジオね、次回もありますので、よろしければ続けてね、聞いていただけたら嬉しいです。ということで、今日はお開きにしたいと思います。一輝さん、本日はどうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。